この先にキーヤが、そして全ての真実が待っている。覚悟を決めよう。事件を完全に解決するために。これはクロスベル各地の状況。いや、それだけじゃねえ。過去の出来事みてえなのを見ることって、現実世界のかけら、時空を超えて連関してゆく因果。ありえないとは言い切れないみたいだね。ゼロの司法、その完成形としての青の大樹。なんだ今のは。太陽の砦の地下に入った時の。いえ、エステルさんたちは一緒にいませんでした。それにどうしたんですか。どうやら僕たちには見えないものが見えたらしいね。ああ、一瞬だけどね。おぼろげながらキーヤの真の力というものが分かった気がする。もう言葉はいらなさそうね。ロイド、行きましょう。ああ。来たか。ようこそ。世界の最果てにして全ての因果律の中心へ。ロイド、エリー、ティオ、ランリー、ノエルに輪島で。よかった、無事でしたか。キボ、大丈夫なのか。もう心配ばかりかけてごめんね。キーヤ、ロイドたちにずっと話せなかったことがあって、黙っていて隠していてごめんなさい。謝らないでいい。負い目に感じる必要もないんだ。あなたが無事でいてくれるだけで私たちには十分です。それに子供なんて
多かれ少なかれ親に隠し事をするのが当たり前だっつうの。そんな当たり前のことすら利用してキーヤちゃんをそそのかした。ベル、イアン先生、あなたたちの仕業ですね。なあ、その通りだ。怖いですわね。ですが私たちは最大限にキーヤさんの意思を尊重しています。そうですわよね、キーヤさん。物は言いようですね。やれやれ、大した面の皮の厚さだね。とにかくまずは戻ってじっくり話をするところからだろう。そうですね、家族会議というやつです。みんなありがとう。でもキーヤ、ここを動くことはできないから。だから。キーヤちゃん、どうして。何かあるんだな、司法としての力に関係して。それはキーヤさん、言って差し上げたらいかがかしら。あなたがこんなことをしているのは全てロイドさんたちのためだって。え、なんだと。かつての幻の司法と違い、ゼロの司法であるキーヤさんには時と空の力が備わっています。因果と認識に干渉する幻の力と時空間に干渉する力が合わさった時、世界を紡ぐ力をキーヤさんは手に入れたのですわ。世界を紡ぐ力。それって。また尋常じゃない言葉が飛び出してきたね。それこそ青木ゼロの計画の目的にして根幹とも言える能力、世界を紡ぐ、すなわち因果律を操作し世界を組み替える力というわけだ。はあ？世界を組み替える。世界の事象の全てが持つシステムのネットワーク、それを過去と現在と未来において操作変更できる能力。さすがティオさんは飲み込みが早いですわね。そう、動力ネットにおいて最上位の管理者が震える権限に近いものがありますわね。争いを生み出す現実そのものを改変し、より平和的な現実へ組み替えていく。例えば帝国と共和国にクロスベルが従属翻弄されている現実を組み替え、クロスベルがその二国の上位にある宗主国として君臨する現実へと変えることも原理的には可能なのだよ。それはエイドスにすら不可能な所業のはずだ。おいおい、いくらなんでもヨタ話が過ぎやしねえか。さすがににわかには信じられません。おかしなことを言いますわね。あなたたちだって一度それに助けられていますのに。え？受けられたって。まさか先ほど見た。数ヶ月前教団のロッジに潜入した時の。私を見つけて。どうやらロイドさんは思い出したみたいですわね。
すでに一度、ごく小規模ですが、現実の改変は行われているのです。あなた方が暴走したヨアヒムに殺されてしまったという現実の改変が。マジなのか。最初の時、ロイドたちはエステルたちやレンってことそんなに仲良くならなかった。それが原因で4人だけで乗り込んで、あの子の助けも来ないまま。結局それを知ったキーヤさんは司法としての力を暴走させて過去の因果律に干渉したのです。その結果、あなた方が殲滅天使の問題を解決するという因果が導かれ、巡り巡ってリベールの遊撃士二人があなた方の助太刀に現れ、そして本来あなた方が殺された場面で殲滅天使が助けに来たのですが、そんなことって。だが全くの偽りではなさそうだね。さすがにショックだったみたいですわね。ですがゼロの司法の持つ現実を組み替える力の真髄、あなた方の悲劇を回避するなどほんの序の口に過ぎません。この青の大樹、キーヤさんの力を増幅し七葉脈を通じて世界そのものとリンクできる真珠があれば、悲劇を回避できるどころか、先ほど先生がおっしゃっていたレベルで現実を改変することが可能なのです。それがこの大樹の力。おいおい、シャレになってねえぞ。そうか、オリジナルの始まりの地と同じ。素敵でしょ。こんな素敵なものがあればもう何も怖くない。世界の全てに幸福を与え、悲しい思いをすることもない。人はあらゆる不安から解放され、良きものだけを追求できる。まさしく錬金術の奥義、アルスマグナというものですわ。ベル、あなたは。イアン先生、本当にそれでいいんですか？何事にも備えは必要だ。人間の歴史はあらゆるリスクにどう対処するかの歴史でもある。そしてキーヤ君はそれを制御できる素晴らしい力を持っている。それは否定のできない事実だ。その結果、キーヤをそんな場所に押し込めることになったとしても、かつての幻の司法はやがて心を病み自らを消すという結末に至ったと聞いています。あなた方は本当に一人の女の子にそんな重責を押し付けるつもりなんですか？ロイド、それはそうならないように私たちがいるわけですわ。キーヤさんに世界改変の責任を全て押し付けるのではなく、先生のような有識者がより正しい方向へ世界を変える道しるべをアドバイスしてゆく。それならば話は別でしょ。民主主義的なプロセスを全て否定するというの？民主主義の弊害はエリー君もよく知っているはずだ。ともすれば修具政治に陥り、大切なことを迅速に決めることもままならなくなってしまうシステム。クロスベルに限らず、どこにでも見られる現実ではないかね。それは、
それに私とて自らの知見だけをキーヤ君に提示するつもりはない。マクダエル議長のような有識者にもいずれ協力を要請したいと思っている。ディーター君もまたマネジメントという観点から改めて役に立ってくれるだろう。そして君たちもまた私たちの試みに協力してほしいのだ。新たな時代を開くためには君たち若者の意見も必要だ。そして君たちならば、ここにたどり着いた君たちならば、これからの時代に何が必要なのか身をもって分かっているに違いない。どうかね、この提案は。そんなことは。くそ、変に説得力が有り余るが。イアン先生、結局先ほどの質問にはまだ答えてもらっていませんよ。先生は本当にそれでいいんですか？あらゆるものには尊厳がある。人にも、社会にも、歴史にも。間違っていたり、悲劇を生み出す結果につながったとしても、それをなかったことにするのは、関わった人たちに尊厳を犯すことだ。例えば、悲劇から立ち直ることで、強さを手に入れる人がいるように。本当は、先生にも分かっているんでしょう。ロイド、確かに、人は時には間違いを犯してしまう存在です。だが、その過ちをなかったことにしていては成長することもできない。力を合わせ、前に進んでいくことの意味。確かに、そいつがバッサリと切り捨てられちまう。ロイド、キーヤ、俺たちと一緒に帰ろう。もうこれ以上、俺たちのために無理をする必要はないんだ。前に俺たちが命を落としたという時も、辛くて、苦しくて、悲しい思いをさせてたんだな。ごめんな、キーヤ。俺たちが不甲斐ないせいで。そんなことない。あれはキーヤが勝手にやったことだから。だからロイドが謝ることなんて。だったらキーヤ、どうしてずっと浮かない顔をしているんだ？キーヤも気づいているんだろう。俺たちの死を悲しむあまり、因果律ってのを操作して現実を変えてしまったこと。それがやっぱりズルだったってこと。死んじまう結末が良かったとはさすがに言えないが、それでも反則技ってのは。それについては政治も同じだと思います。時には王道ではなく邪道が必要になる時もあるでしょう。ですが、邪道を前提とするのはやはり間違っています。メリー君、キーヤちゃん、個人の超越的な力に頼る。それはもはや政治ではなく、ただの神頼みとしか思えません。困難な状況や然るべき手続きと対話のプロセスによって乗り越え、全員の問題として解決していく。それが真の政治だと思います。多分キーヤの力がなければ、
クロスベルト、深刻な危機に直面する可能性は高いと思います。大陸全土の混乱、経済危機、そして帝国は内戦が終了次第クロスベルに牙を剥くでしょう。それでも俺たちはキーヤに全てを押し付けるのが正しい選択だとはとても思えない。与えられるだけの奇跡に頼ったら俺たち自身が成長できないから。だから苦しくて今は筋を通すべきだと思うんです。ロイド、ここまでか。自分では支援のつもりではないと思っていたのだが、やはりどこか欺瞞があったようだ。まるで外君に諭されているような気分だったよ。先生、すまない。君に言えた義理ではなかったな。キーヤ君、いろいろと惑わせてすまなかった。君は君自身の判断でどうするかを決めるといい。君にはもうそれができるはずだ。先生。そしてマリアベル君、期待に応えられなくてすまない。どうやら私の出番はここまでのようだ。構いません。もともと先生に計画の総合的なプランニングをお願いしていただけですか。今までお疲れ様でした、先生。私の勝手ではなくて。ふざけるな。ベル、言っていいことと悪いことがあるわよ。撤回してもらいます。いいでしょう。私はマリアベル・クロイス。エイドスを超える司法を求め、全てを犠牲にしてきた一族の末裔。その千年の妄執の重みとあなた方の一年にも満たぬ絆のどちらが果たして強いのか。互いに死力を尽くして比べてみるとしましょうか。望むところだ。ベル、手加減はしないわ。最高位のマギウスと似て全力で制圧する。ようこそ私の世界に。絶対に負けられない。
私の番です。エニグマクロ、さて、フォロワーこそ。あらあら、大変ですね。任せて。おっしゃ。ほらよ。おいでなさい、混沌の住人たちよ。俺の番だな。やっ、でやっ。さて、これはいかし。あらあら、大変ですね。え？あ！あら、結構やりますわね。こんなのはどうかし。私の番ね。エニグマ、駆動。よし。さあ、はっ。はい。ドライブ開始。俺の番だ。そこら。行くぞ。えい、出よ。さあ、楽しんでください。あら、運がいいです。どうして。おっしゃ。よし。えい、は。任せてくれ。やっと。行きましょう。リアテ、アリス、さあ、お行きなさい。